どうも皆さん、こんにちは。ワイパーの横木です。エレルトです。はい、ということでね、はい、もう秋も、ね、涼しくなってきて、うん、再入荷、新入荷続々ですけれども、はい、待望のですね、うん、商品が入荷しましたよ。はい、まずですね、こちら紹介したいのが、はい、エレルトしか来ているこちらですね、はい、こちらですね、 TKM カモのフラッグ染め、はい、こちらもですね、だいぶ売り切れましたっけ？だいぶ売り切れても全然ないです、ね、もう、はい、ようやく再入荷してましたんで、はい、もう秋に向けてね、さっくり羽織ぐらいでもいいかなと思います、はい、そして続きましてがこちらですよ。 M65 のディープブラック、こちらね、本当に何ヶ月も、欠品してたんですけれども、ちょっとね、もろもろ事情がありまして、ようやく、染め上がりましたので、はい、はい、こちら、ついに販売ということで、うん、まあ、大量、結構数もね、ご準備しておりますので、はい、ぜひね、ゲットしてない方っていうのは、この機会にぜひゲットしてみてください。はい。定番になりましたこれは、はい、こちらも使いやすい1本なんでね、はい、で続きましてこちらですね、はい、来ました、ね、わかりますでしょうか、うん、2人で紹介したやつですね。そうです、そうです。でこちらスクリーンスターズのサーマル、別注のサーマルになるんですけれども、前回もあっという間にもうなくなりまして、はい、大変ご好評いただきまして本当にありがとうございました。で今回追加いたしまして、この同じくナチュラルとブラックですね、はい、うんうん、でしかもですよ、今回普通の袋だったんですが、今回はちょっとね、メーカーさんに無理言って専用の袋をご準備いたしましたので、はい、はい、ここが専用なんですか？専用、この前回普通の透明の袋だったんですよ。ああ、そうだったんですね。そうなんです、はいはい、それ今回ね、無理言ってこちらの、スクリーンスターズの特別なね、はい、袋をご準備させていただきましたので、こちらね、旅行の際などで小分けにする袋として再利用使っていただければなと思います。確かにね、いいですね、はい、最高です。はい、そして続きまして最後はですね、今もう横井が来てるこちら、はい、はい、今日のメインディッシュはこちらですね。そうです、こちらですね、はい、IPFU のディープブラック染めのジャケットですね。いやこれね、なんか心配の声もあったんですが、はい、もうめちゃくちゃ売れました。なんだかんだでやっぱ大好評と、はいはい、そして今回ね、女性サイズの、はい、小さいサイズの XSR っていうサイズ、XSR、あ、もう見るからにちょっと小さそうに見えますね、はい、比べてもはい、こんな感じで結構違うので、うん、女性の方もね、前回ちょっと大きすぎて嫌いないなという方は、女性の方こちらのサイズもご準備しておりますので、はい、ぜひね、はい、ご検討いただければなと思います、はいはい、ということでこちらなんですけれども、これ4つかな、1,2,3,4 ですね、はい、4方なんですけども、はい、こちら下記の日程で販売いたします、はい、もうぜひねこちらね、はい、本当に大人気の商品で、すぐになくなるものももしかしたら中にあるかもしれないので、はい、ぜひね、マヤムの検討をよろしくお願いします。お願いします。それではぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、バイバイ。